どうも、皆さんこんばんは、エデムです。今回は、東京グールリ、インボーク、リスナーアンケート結果発表ということで、少しお話しさせていただこうかなと思います。先日、僕のツイッターの方で、リニューアル前とリニューアル後の、どっちのインボークが好きですか?というアンケートを取らせていただきました。実は半年前、インボークがリニューアルした直後にも同じアンケートを取っていて、そちらも動画に残して、ありますので、気になる方はご覧ください。で、リニューアルから半年経った今、ユーザーたちは何を思うのか、結局どちらが面白かったのか、結果が、こちらになります。投票数352票、リニューアル前、41%、リニューアル後 59% で、リニューアル後のインボークの方が面白いと感じる人が多いという結果になりました。では、皆さんの意見の方を見ていきましょう。まず、多かったリニューアル後を選んだ方々。みんな口を揃えて言うのがイラストがいいなんですよね。3D モデルからイラストに変更されました。しかも最近のフェスゲンキャラがかっこよすぎる。おそらく皆さんそこに魅力を感じているのではないかと思います。東京グールが好きでたまらないユーザーがほとんどの中、この改変はなくてはならないものだったのでしょう。僕自身課金のペースは前と比べて比較にならないくらい早いです。では、ゲームシステム面ではどうでしょうか?確かにリニューアル前の火力インフレブレイカーは他者を寄せ付けない強さがありました。現在も火力のインフレはしているものの、属性システムであったり独自のキラー持ちキャラがいます。キャラクターの性能をよく理解し、使いこなすことに魅力を感じている方もいるようです。では、リニューアル前を選んだ方々の意見を見ていきましょう。やはりアタッチメントシステムでキャラの育成方法に幅があったのが良かったみたいですね。ステータスの足りない部分をアタッチメントで補ったり、長所をさらに伸ばしたりして、自分好みにキャラクターを調整できていたと思います。また、クエストの敵キャラが放ってくるデバフスキルに合わせて、無効化のアタッチメントをパーティーメンバーに一つずつつけたりして対策していました。そこはかなり楽しかった思い出がありますね。そして多かったのが、スキル発動時のムービー。僕は周回時ほぼスキップしていたのであまり見れていませんでしたが、ガシャで狙いのピックアップキャラが出た時の興奮は、まだまだ忘れられることはできません。誕生日カネキを当てた時はかなり嬉しかったです。リニューアル前を選んだ方々はゲームシステムが特に気に入ってたみたいですね。結果的にリニューアル後の方が人気という結果になりましたが、僕もリニューアルしたインボークの方が好きです。でも時々ですね、自分だけのキャラが欲しくなる時もあります。熟練度の上限なくして、100% 以降、熟練度 100% 以降は少しずつ基礎ステータスが上がったらいいのになぁとか思うことがあります。それと、以前はクエストにスタミナが必要で、強襲は、勝ってればほぼ無限でした。今はその逆です。正直、スタミナ精度に戻してほしいなと、あんまり言いたくはないんですけども、グルカル時代はクエストもランキング戦もスタミナが必要でした。時間がない学生、社会人でも余った時間にですね、石を砕けば巻き返せていたんですね。そういった課金勢がしっかり強いシステム、札束で殴るランキングは僕は好きでした。これはですね、かなり個人的な意見になってしまうんで、気にはしないでください。リニューアルによって、人口もかなり増えているのを僕は実感しています。やはりイラストの影響が大きいのでしょう。しかしですね、アプリリリースからリニューアルまでの1年間で、3D イラストも少しずつ改善されていたんですね。EX ランクのキャラたちは本当にかっこよかった思い出があります。長くなってしまいましたが、この動画を見ている皆様はどうでしょうか?リニューアル前派、後派、どちらもいい意見ばかりです。よかったらコメントに書き込んでいってください。誹謗中傷などなければ討論してもらっても全然構わないです。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。